こんにちは、こんばんは。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりの方はお久しぶりです。ホビドワです。今回はこちらレイドボーンデモ版をプレイしていきたいと思います。本作ね、公式様から提供いただいてプレイさせていただいています。ただこのプレイしているデモ版、下の方に出ているんですが、これ Steam Next Fest で公開されているものと同じものになっているはずなので、現在デモ版がもう公開されているはずなので、そちらの方も気になった方はプレイしてみてください。いつも通り動画書きの概要欄のに今作のストアページ貼ってるんで、そこからぜひぜひ。ということでデモ版やっていきたいと思います。今作どういうゲームかというと、スカイリムなどでおなじみの一人称視点のファンタジーアクション作品となっています。アクション RPG だね。そういったタイプの作品からストーリーなどを極力少なくして、アクションの面白い部分だけを入れたっていう感じになっているみたい。で、どうやら最初にチュートリアルがあるっぽいんだけど、それ以降はダンジョンとかがプレイするたびにそうランダム生成されるみたいですね。ローグライクになっているってわけではないんだけど、ダンジョン自体はランダム生成になってるみたい。引き継ぎとかが可能なのかな？そこら辺の情報はまだね、出ていなくて、このデモ版でも確かレベル7までしかプレイできないとのことです。では早速オプションなどチェックしてからプレイしていきましょう。今回マウスがね、画面に映るようにしてあります。で、こんな感じでいろいろと細かく調整できます。細かくって言ってもそんなにね、細かくは調整できないみたいですね。ちなみにこれフレッシュレートをね、環境なのかもしれないけど、まあデモ版だからしょうがないんだけどね、その 60Hz 以上にすると、私の環境だとなんかちょっとかくついてるように見える風になってしまったので、このままにしてやります。ちなみに60のモニターでいつも配信しているんですが、その別のモニターでチェックしてもなっていたので、環境の可能性がありますね。120とか144のモニターでもなっていました。さて、ミュージック、サウンドはこんな感じで細かく調整可能です。ボイスをちょっと高めにしてあります。コントロールは残念ながらコントローラーでのプレイにはまだ対応していません。まあそもそも FPS 作品だからそんないらないとは思うんだけど。ではやっていきましょう。ここら辺説明で7レベルになるとゲームが終了してしまうと。酒を大量に飲んだ後、君は部屋に戻って、でなんかシティガードになったっていうね、シティガードのトレーニングに行かないといけないっていう風な話。剣を装備しろ、インベントリー。はい、説明が出ています。インベントリーもシンプルですね。ステータスとかがあるはずだけど、あったあったあった。トゥーハンドコンバット、レイジモード。レイジモードっていうのがあるみたいだね。It will increase your adrenaline, allowing you to activate the rage mode. そうですね、アドレナリン、敵を攻撃したりすることで、アドレナリンがゲージが溜まっていき、レージモードを起動させることができるようになる。ヘルス、スタミナ、ダメージ、プロテクション、いろいろ出てます。XP、スキルポイント、レベル、ペダルフォース、キックディオダメージをトゥーザターゲット。キックあるんだ。ツーハンドウェポンのダメージがアップ、バーバリアンマスタリー。ありますね。結構、その、いろいろとありますね。ローグ、ナイトと、ワンハンデッド。縦使いたいから、ワンハンデッドがいいかな。ツーハンデッドも好きなんですが、これでいいかな。トーチあるんだ。剣装備。普通にクリックだけで装備ですね。スピード20の、ハンドリング20、レンジ31、ダメージ0。まあ、木の剣だしね。練習用かな？防具がない。防具これか。レザーアーマー。はい。ヘルメットだけに見えるんだけど大丈夫？え？サー・レイナルドに会う。こっち？なんかある？食べ物取れないか。OK？ しゃがむ、ジャンプ、ジャンプは2段なし。ゲージは赤が HP の、緑がスタミナかな？多分そんな感じだよね。このタイプのね、近接寄りの FPS って面白いの多いんですけど、作品自体が少ないんですよね。できることが少ないので、いい感じしてるね。翻訳っていうか、吹き替えあるんだ、ちゃんと。なるほど。ボイスあるしね。今回は英語なので、ちょっと飛ばしつつやっていきましょうか。ジャンプを3回する。右上に目標が出ていますね。Rise and fall。しゃがむ、スクワットをしろって書いてますね。While crouching, you are less visible. そうですね。しゃがんでいる間は、ステルス状態になる。As long as you are hiding, can deal steals damage. そうですね。ステルスダメージは、
あなたが隠れている状態で発生するダメージです。Stealth damage depends on the weapon you are using. The rogue class has skill to increase stealth damage. そうですね。ローグクラスには、ステルスダメージを上昇させるスキルがあるぞっていう説明が出ていますね。スクワット。よし。ね、何？踊れ。踊れ。Not bad at all. よし。Starting to wake up, aren't you? Let's try some... え、何？あ、ガードね。ヘビーアタックか。まあ、長押しですね。You can hit a little harder, but other than that, it was okay. ブロックね。Unless you don't have enough stamina, blocking prevent all damage. あなたがスタミナを必要値以下でない場合、必要値以下になっていない場合、ブロックは全てのダメージを無効化してくれる。ああ、なるほど。スタミナジェニーセドズ・ワイルド・ブロッキング・アンド・エス・ブロケット・アタック・コス・スタミナ。そうですね。ブロックするためにスタミナを消費し、さらにブロック中はスタミナの回復速度が遅くなるので注意だ。こんな感じですね。Well done. Now let's work on your counter-attack.The same as before, only this time you want to parry my attacks. パリだって無理だって。To parry blocking and press is shortly before. あ、そうですね。敵の攻撃をヒットする前にやる。It is important to keep blocking which during the wall process. OK。こうね。はい。ちょっと待って。俺これ苦手なんだよな、こういうの。よし、積んだか。はい、もう一回。ちょっと待って、ブロックしっぱなしじゃないんでしょ。間違えた。こうだ。ちょっとやり方間違ってて、ちゃんと読めばよかったんだけど、パリしたときに、ジャストガードしたときに、攻撃ボタンを押すことで押せる、パリは。ああ、これか。スパルスキック。オッケー。This is the target. You have received a bow. You can pick it from your inventory. Too short your bow, hold on to. ああ、なるほど。まあ、あれですね。これですね。はい。これ、付け替えすぐできたりはしないのか。あ、狙うっていうのがないんだ。こういうボタンだけですね。珍しい。よし。よし。レベルアップ。You level up and go to a new skill point. To use it, open your journal, which tab and click on the tab. まあ、ここら辺はそのままですね。If a new weapon you should equip, your wooden sword won't do any damage. Green and red numbers is in the inventory included. まあそうですね。どのぐらい数値が上がるかね。If you have an item in your inventory, you can press the number. Put the item quick slot. ああ、そうですね。クイックスロットに装備できる。なるほど。新しい武器もらったので。ウッドクラブ？コンボで戦えって？しょうがねえな。やってやるよ。これ、両手とかじゃないんだ。まあ、違うとは思うんだけど。操作な。これを。ナンバークリックすることできるって書いてあったけど、ナンバークリックしてもできないな。なんでだろう。反応してないとは思うんだけど、読み間違えたか。スキルポイント2点ね。片手がいいかな、個人的には。ちょっと待ってね。 Kill possible intrudersそうだね。じゃあスキルポイントもらったから、ワンハンドがいいな。ワンハンドは better handling if his stamina costs. Shield protection improves. シールドのブロックが良くなる。Shield blocks deal damage depending on their protection value. なるほど。シールドでガードすると、敵にダメージを与える。シールドで与えられるダメージは、シールドのブロックレートによる、プロテクションバリューですね。正確には。これで。次はアタックワンハンデッド、ウェポン、モーダメージ。まあそうですよね。そんな感じで。ここもっとクラスが追加されるだろうし、混ぜることもできるみたいだね。入ってきたやつらぶっ殺せ。よし。やるか。おっと？
どこに上がる？ここか？パチパチ音がするんですよね、剣の。おのれ。スタミナ切れちゃう。よし、どうした？アレイナルトさん、少し。ここからダンジョンに入れるようになるのかな？ Every now and then you will receive a letter from different people to read them and interact with your mailbox. メールボックスで、まあ、手紙を読むことができる。うん。But they recommend that you first visit the Steel M1 whenever you can buy new equipment and get new requests.クリックザウィッチでスクローインコン。ああ、なるほど。これで、どこにでも行けますが、一回街に行くことをお勧めしますということです。ここでかな？違うな。違うな。名前なんて書いてあった？ここかな？エヴェルバンツシティ、ここだ。ポータルシダデル行く。なるほど。ここで新しい装備品など購入可能なので、装備品取ったり、新しいクエスト取ったりできるみたい。Yes. Bring me a クエストですね。取っておこうか。ここは武器を鍛えられる？トレーニング。そうですね。おっと、良さげな武器があるな。ミリタリーソード。ワンハンデッド。ちゃんとして右に下に出ますね。バーバリアンアックス。なるほど。トゥーハンデッド、ワンハンデッド欲しいな。970か。買えねえな。買えねえな、兄弟。そいつはちょっと買えねえな。まあ、デモ版ということもあって、かなりクエストがもらえる。防具ですよね。アーマーフォーセーブ。金ねって。金ないって。まあ、売ったりはできるんですが、売らない方がいいでしょうね。そういえばさっきバンバンふざけてこれ売ってたんだけど、弓矢本数あるじゃん、今気づいた。カスタマー。うん。これステージ中にやられたりするとなくなっちゃうのかな、武器。お前もクエストあるんだろう。だって、上の方向系になんか出てるもん。ここがポーションどこ？ポーション売ってる人どこ？誰？この人。君だ。魔法覚えられないのかな？まあ魔法こういうタイプの作品だとね、強いんですよ。強いから、あんまりないんだったら、まあ なくてもわからないでもない。わからないでもない。ポータルシダデル。ここか？どこだ？ポータルシダデル。ここか。嘘、レベル10だよ。死んじゃうって。死んじゃうって。いやー、5レベルのところから行った方がいいって、絶対。死んじゃうって、あそこ行ったら。行けるでしょ、だって。行ける、隣。隣のステージ見てみよう。どちらにしろ7レベルになるとなんかゲーム終了しちゃうらしいんですけどね。ゲーム、デモ版なので。近ない方がいいだろ、どう考えても。死んじゃうって。ちょっと待って。ポーションとかを。あれ？使っちゃうよね、クリックすると。そうだよね。ちょっと待って、ロックできるはずなんだけど、ちょっと操作が分かんないな。コントロールキッククラッチ、あーレフト特にないな。書いてあったんだけど、ちょっとよく分かんなかった。設定方法、上の方に行ってボタン大体押すと、マウスオーバーしてる状態で押すと、まあ、登録だったりするんだけど、登録されないからちょっと気になるね。シルバーブレスレットは装備じゃない？もしかして。これ使ってるの両手？ワンハンデッドだ。よかった。ワンハンデッド、ワンハンデッド。じゃなくて効果ないからね。おっと。現在どうしようもないな。逃げきれないし。俺は自利品だ。レベルが違うし、装備と揃ってねえしっていうのがあるので、せめて盾が欲しいね。
ゴールド。これはきついぜ。これきついぜ。序盤はな、回避があるタイプのゲームでもないしな。回避はないんだ、そういえば。回避はないね。だいたいステップが、横ステップとかあったりするんだけど、長江の武器とか欲しいね。これはあれだな。本当だったら、これ時間多分止まんないタイプでしょ。だいたいこうやるんですよ。その、これを、これ装備するじゃないですか。で、クリックしてる状態じゃ入れられないな。シフト？スペース違うな。あ、できた。押しっぱなしの状態で押すだ。よし。こうだ。よし。多分これでいける。多分これでいけるはず。押しっぱなしだ。よかった。あ、ならいいや、ならいいや。オッケーオッケーオッケー。要はこれで弓矢で誘って、で、近づいてきたらっていうのをやらないといけない。これ生きてるだろ、絶対。あ、できてない。そんな、俺の弓矢返して。弓矢回収できないタイプか。できるゲームもあるので。おのれ。こういうゲーム、序盤めちゃくちゃ楽しくて、お、あるじゃん。そう、個人的には、マウスのスクロールボタンで、んパズ、you found your first pad. They appear in front of locked door. Gets up. あ、そうですね。So then search for a level of 18 that is displayed in this information. OK。え？これそもそもどこのロックを外すためのものだったんだ？どっかロックされてた？知らないぞ俺。どっかロックされてるところなんてあったっけ？あそこロックされてたもしかして。全然気づかなかった。うん。操作でちょっと思ったんだけど、トグル式にダッシュできないかな。ヒットポイント、グラフィック、アンチアナライズ、ボイスコントロール。マウスインバート、ダッシュ、ジャーナル、レイジモード、インタラクト。スプリント、レフトですね。トグルモードにできないのか。一回押したらずっとダッシュしてる、止まるまで。っていうのが一番使いやすいんだけど、できないみたいですね。あれ、マーちゃんと敵だ。あ、こいつは体力低いですね。こいつは来てたと思うんだけど、来てた。よし。できるだけダメージ稼いで、今、あさっての方向行ったな。よし。一発、よし、来た。はーい。スケルトンスパイナルフルイッドジャー。なんじゃそりゃ。売り物っぽいな。オッケー。あのコンボを取れねえのか。良さげな武器ないな、回復しとこう。これも登録できる？間違えて押しそうなんだよな。よし。You can't use this now. よし、行こうか。こっちに変えとこう。多分使うから、でもとっさに敵来たらこっちになっちゃうか。視認できればいいけど、視認できないととっさだとこっちになっちゃうから。こういうの食べて回復できないのかな？ポタポタ落ちてる。アイテム欲しいね。これ一旦帰還した方がいいよな。経験値入ってるよね。あ、レベル上がるまですげえ時間かかる。1レベルがかなり重たいゲームだ。ちょっとところどころね、FPS ドロップしてるようなカクつきがあるな。スタミナポーション、コインポーチ、アロー。まずい。俺は盾欲しいですね。
ブロックレートアップのやつつけて、まあ、スタミナの減りを少なくするっていう感じなんですけど、敵がもうバシバシ攻撃するんだけど、スタミナの回復が追いつかないので、防御ばっかりしてると、そのうち自利品になっちゃう。敵の射程は長いから、こんな感じ？わかるかな？あの、ガードしてたら、そのうちスタミナなくなっちゃうんですよね。ポーション食って、しょうない。ポーション飲んで、ひたすら殴る。ちょっと原始人みたいな戦闘スタイルになっちゃう。嫌いじゃないけど。嫌いじゃないけどさ。ダメージ5だろ？今一旦帰還したら物を売ったりとかしていけないかな。4コインズジャグリングサイズ、25コインか。900ぐらいだったっけ。そもそもポーションなくなっちゃうぜ。ミステリーキューブ使ってみよう。ヘルスエッセンス、ヘルスエッセンス何？開けてみて。ヘルスエッセンス、あー、ブリッジヘッジポージョン、ヘストリーヘルスフォルタリティセーカンド。おー、いいね。ロックピック、ロックピック使うところ見たいな。もうちょっと進むか。ポーションもう一個あるしな。そう言ってダンジョンで死んでいくやつ、俺は大量に見てきた。宝箱、なんかいいもの見つけてどうこうっていうのにかけるしかないな。これはとりあえず、あ、ヘルスポーションあった、やった、助かる助かる、ヘルスポーションで、ここ開けたよね。これ探索するのやっぱ楽しいですね。ランダム生成になってるっていうのもでかいかな。バレバレバ。あー、オッケー。俺帰れるうちに帰った方がいいんじゃないか。そういえばジャンプはトグル式じゃないけど、しゃがむのはトグル式になってるね。うん。なんだこれ。はいや！ダメだ、壊せない。そんな。起きだ。起きとか壺持ち帰ろうよ、主人公。持ち帰って売ろう。俺、スカイリムだとそこら中にあるもの全部持ち帰ってた。赤瓶、あ、ボスじゃねえこれ。え、やだ。あー、なんかいる。なんかいるし。一体だけ？うわー。勝てないんじゃない？レベル7だよ。さっきまで5だったよ、戦った奴ら。無理くせえなぁ。どうするよ。ステルスキルしろって。無理だって。はい。ここまでこれ前。よし。よし。これ、これこそ。これこそ戦略よ。さあ、来るがいい。あ、お前盾持ってる、ズリー、ズリーは俺ないのに。超攻撃で弾くわ。気に入らねえな。盾持ちとか気に入らねえな。装備超いいね、お前。フリーエール装備ってどういうことね。どういうこと、どういうこと。やばいやばい、近づくな近づくな。こいつは槍持ってるやつとは違って、やっぱり射程はそんなに長くないですか。オッケー、これは時間かかるぞ。あの、ちょっと動画の方10分ぐらい先の方に進めていただいて大丈夫なので。やべえ、深追いするとこれだ。完全に装備の差がでかいからな、今。主人公こんなダンジョンソロで潜る装備じゃねえぞ。あの、他のゲームだったら全滅してるパターンだからな。主人公ヒーローじゃねえんだから。一般ピーポーっぽいから。飲んだくれの兵士だからな。コンボを持った飲んだくれの兵士だからな。お前、コンボと弓矢ってすごいミスマッチな気がする。待って、待って、兄弟。レイジモードはそういえば覚えてないね。レイジモードはそもそもデモ版にない、説明なかったし、ないかもしれない。ないか、もうちょっとレベル上げないと入手できない何か。レベルコンプリート、お、攻略できた、マジで。ボス枠じゃん、あいつ。フィニッシュジョブ。よし。イエーイ、やったぜ。
やったぜ。戦利品、戦利品。なんだ、なんだこれ。Y が書いてある。え？経験値。あ、なるほど。ストーリーとかじゃなくて経験値になってる仕組みな。おお。レベルコンプリート出たのに。ちょっと待って、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 兄弟。ちょっと待って。ポーションは確か2個取ってたんだよな。よし、帰らせて、帰らせて。よし。やめろ、やめろ、スケルトン。そういうのやめろ。よくないからやめろ。よし、行って。次お前だ。よーし、オッケー。よーし、オッケー。レベルコンプリートじゃねえよ。レベルコンプリートじゃねえよ、ふざけやがって。ねえよな。トラップだけ？何もないか。経験値だと思う、あいつのことは。なんだ、嫌な予感がするぞ。ロックピックを手に入れた。ああ、と弓矢。オッケー、オッケー、オッケー。弓矢超助かる。何この祭壇？なんかありそう。おっと、ロックピック。うん、見てる、ね、はいはい。ね、はい、何すればいいのこれ。ロックピック、あれ、ちょっと待って、全く操作受け付けなくなったんだけど、どういうこと。あれ使うにはどこ押せばいいんだろう。さっき説明出てたと思うんだけど。ちゃんと読めばよかったね。ちょっと待って。タブで、ロックピック。とボタンを押しまくってチェックしてるんだけど、ちゃんと読めばよかった。まあまあなんとかなるやろうって思った俺が悪かった。待って、ジャーナル、ニューチャンス。あ、これじゃないな。ちょっと待って、上に出てるんだよね、あれ。アルトとかじゃないんだよな。どこだ。ボタン全部押してみたけどできないな。何か押しっぱなしか。ダイレクトボタン押しっぱなしとか。それともこのピックじゃ開けられないとか、そんなことはないと思うんだけど、ちょっとどうやってやるのかよくわからんな。さっきの説明で多分ちゃんと見てればできたと思うんだけど、後で見てみるか。しょうがない。多分良さげなご褒美が入ってたはずなんだが、やらかしちゃったものはしょうがない。よし、ここはもうご利用しで。さっきも言ったけど、スタミナと装備の影響でご了承しないと逆に自利品になってしまう。よし、完全に理解した。ちょっと間が空いてるだろう。自分の動画を見てどういうやってやるのか見てきた。方向キーを、方向キーじゃなくて矢印キーキーボードの矢印キーを使って開ける方角を押す。ただし下が一つ、下上、下左、下下、下下下、右下下、左左、下下左、右下下左、上。よっしゃ、開いた。こんな感じになってるみたいで、当然だけどシルバーインゴットゴールドカップ、いいね。で、当然だけどその必要なローグのスキルを持っているとこれが簡単になるっていうのがあるみたい。ほぼ必須では、ロックピック、これか。ロックピックドゥラビリティインクレスバイツ20。あー、それなんだ。
ちょっと矢印とかの方はちょっとわかるかな。できるとピックアローカルヘッドゼットレレフトアンドライト。あ、いいね。ロックピックを開けるために必要、使う方向キーが右と左だけになる。左と右だけになる。いいね。いいね、いいね、いいね。二つ目のスキルがすごく欲しいですね。よし、オッケー。では先行こう。ここ変えるときはどうするんだ？レベルコンプリートで出たし、普通に変えれる？あ、普通に変えれる。どこからでも変えれるんだ。優しい。優しいゲーム。ね、念願の片手剣が欲しいです。ダメージ3プラスか。盾たく先に買った方がいいよな、絶対。ちょっと待って、とりあえずいらない物を売ろうか。ヘルスポーションは売るとまずいでしょう、どう考えても。スタミナポーションはそれどころじゃないから売っ払おうかな。まあ、スタミナポーション使って、Let's use the material. これ売っ払うこともできる、シルバーイングと。そうですね、売っ払うもの。ここら辺は売り物ですね。インゴットなんか作れそうな気もするけど。お金ちょっと足りないなぁ。運転ソードは売ってもいいんですよね、これ。だってこれダメージないもん。売っちゃおう。これギリギリ。ギリギリ買えるんですよ。ギリギリね。これが買える。あ、ごめん、買えない。ギリギリ買えない。ミリタリーソードがかっこいいので欲しいんだけど、買えねえな。全体的に良くなるので、レンジも上がるし、スピードも上がるし、あ、これ欲しいなこれが欲しいけど、ダメか。そうか。スタミナ、コッパー。これ何かに使うんかな素材。ちょっとこれは置いといて、盾が見たい。アサシンアーマー、ボーンシールド、2200だよってか。レンジャーアーマー、はいはいはい。防御力かなり上がる。レインフォースドシールド、はい。レインフォースドシールド、これかな。ラウンドシールド。どうせ変えるの、どうするよ、これ。アーマー上がるけど、普通にガードも良くなると思うんですよね。ウォルフスキン。これはどうする、今持ってる。あ、いいや、いいや、いいや。じゃあ、こうしよう。今持っているこのレインフーズスクラブを売っ払って、大丈夫、問題ない問題ないって問題ない、いいか。装備をあっちに変えて、え、変えられない、ちょっと待って、こっちに変えて、はい。でこいつを売って買うの方にして、ミリタリーソード買う。念願のやっとこいつを手に入れることができて、よし。で、これ、こういう場合、大体ね、次行ったエリアで、この剣手に入っちゃうんですよね。わかってる。知ってる。それは知ってるんだ。知ってるんだけど、取らざるを得ない。こいつを、こいつ1に登録して、こいつ2に登録して、よし。よし、これで OK。さっきレベル上がったら上がってねえよな。クエストも攻略してないし。ここでしょ、今言うの。もっと簡単なところないの？クラプトンシダーデル。まあ、どこでも行けるんですが。お、いいね。序盤のこの無理して装備品買ってる感すごいっすけど。ちょっと振ってみよう。ああ、やっぱ振りが若干早いですね。さっきより。石当たってる。ロックピックの仕組み面白いですね。方向キーはちょっと考えてなかった。普通に操作する、移動するときの方向キーじゃなくて、本当に矢印のキー使うので、ここ気をつけないとね。これ、先に視認できた方がすごい有利なんだけど、あいつ立つかな。立ち上がりますね。オッケー。拠点で回復できるかな、これ。拠点で回復できてたら
良かったんだけど、戻っただけで回復するかなーって思ってたから。立ち上がりそうだな。一発撃つのは基本でしょう、ゾンビもの。ゾンビものの作品じゃないけど。いきなり襲われると嫌なので、こちらに書いておこう。シルバーブレスレット、スタミナポーション、コインポーチ、いいね。いいね。おっと、メイジ。カモンメイジ。俺のこの王乳の剣をくらえ。威力が上がってるから超楽しい。シャオラ。よし。サメの消費量も少ないしね。あ、ちょ。それはない。それはないよ、メイジ。それはないよ。シルバーブレスレット。よし。トーチ、あ、瓶ある。やった。おおお、なんだ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 。ここは行かないぜ。お前が次の魔法を繰り出す前に殺してやる。よっしゃ。早くしとこう。危ねえから。何もないな。なんか見つけてないだけであると思うんだけど、これ出られるかな。出られた。尻に刺さってる、もしかしなくても。生きてるだろこいつ。生きてるだろ。生きてないの、ほんとかや。こいつは生きてるね、間違いない。これはこの剣だけでも結構ガードいける。スタミナの消費量減ってるからいけるいける、結構いける。ただやっぱり盾が欲しいですね、それにつけても。足いけど何でもないと。下も今ちゃんと探してねえな。なんかあったかもしれない。まあいいや。トラップがあると思っちゃう。こうやって矢でいっぱいいられて死んでるやついると。地面にいるスケルトンというか骨が急に組み上がってスケルトンになるっていうのはないのかな。さすがに。メイジいるね。遠距離では本当は戦いたくないけど、メイジは。メイジ以外もいる。できれば先にメイジを倒したかったが、おっと、これは予想外。ポーションもう飲んでおこう。先行入力、先行入力。OK。俺の方がリーチが長いぜ。このタイプだとやっぱりリーチが長いのいいですね。魔法とか使えるようになったらまた別だけど。ポーションまだある？ヘルスポーションある、大丈夫。危ねえからな。今のところはでも、デモ版だからなのか、こう、これっていう特殊なアイテムとかは入手できてないですね。ちょっと残念。いわゆる武器だとか、すごい出たら、おーってなるようなアイテムが今のところ入手できてない。お金になるので、まあ、装備品の調達が結局できる。あ、鍵がないとダメ。ロックピックじゃダメなんだ。こういう使い道するのかと思ってたから、ロックピック最初。まあ、宝箱もだけどね。OK。よし。リンコがハーハー言ってる。
やべ、予想外。 OK、 ノーダメージ。そしてレベル3に到達。どうしようかな。ディフェンダーちょっと見てみよう。パリーのしやすさが 30% 簡単になる。これ最後まで取らないとね。ダムタータクティクス、タフネス、ヘルス、スローリージェン、オーバータイム。あ、これすごくいい。HP がゆっくりと回復していくのになる。 15% 回復速度が上がる。 15% 回復速度が上がる。いいね。あれはもう早めに取っておいた方がいいレベルですね。ポーションの節約になるから、まあ本当に少ないんだろうけど、回復量。あ、でも目に見えて回復してるのも見えるね。強くない？いるね。あの盾持ちだろ、この前いた。こいつ遠距離からだと戦いにくいんだよな。いい感じの、いい感じに後ろの方に下がってくれた。よし。リーチが長いので、あいつ多分ね、俺が前使ってたコンボぐらいのリーチなんですよ。ちょっと回り込まないとダメか。当たっちゃう。俺はリジェーンが強すぎるので、ナーフされても仕方がないレベルだな。めちゃくちゃ強い、リジェーンの速度。全然速度アップ取ってないのに、すげえ速度で回復しちゃってるから、強いですね。ぶっ壊れレベルで強い、リジェーンは。そして、積む宝箱と、呼び止めの宝箱、はい。あ、違う。そう。やばい、これ壊れるかも。よっしゃー、いけたいけたいけた、よかった。銀の宿題。これ、こうやって取れるアイテム、もうちょっと、こう、ハイライトされてもいいと思うんだよな。シティに行きましょう。やったぜ。これ、ポーション大量購入した方がいいんだ。あ、でもポーションね、HP 自動回復が入ってからちょっとあまり気になってしまった。素晴らしい。What left you offer? Everything. すべてをやろう。ちょっと待って。それはそれとして、コインポーチっていくらもらえる？あ、これ普通にやっぱり自分で開けた方がいいや。そうですね。自分で開けた方がお金になりますね。売った方がいいのかなーってちょっと思って。ロックピック買った方がいいな、絶対。そういうポーションを全部売る。はい。ポーチは今のところ使ってないんだよね。お金以外の使用方法があるのか分からないやつ売っちゃおう。これで念願の盾が一応買えるか？盾がギリギリだな。本当はこれ買った方がいいんだろうけど、ないよりマシか。お、シールド・オブ・ザ・オーダー超かっこいい。33ダー防御力高いけどいいやつだ。プリミティブ、ないよりマシ。ハーフシールド、はい。これ980で14か。これ1200だけどハンドルがすごい高いんですよね。これにしとくか。よし。で、これも装備。やった。これで、やっと装備できるようになった。ちょっと待って。弓矢はまだあるか。あ、でも、ローグだから、ここかな、ピック。あ、ピックここじゃないや。お、攻略できる？よし。ブルーヘルスポーション。経験値ももらえた。よし。かな。Greetings. Greetings. Yes. よし。このもんだね。で、お店はこれか。Potions for sale?
ギルブックスタミナ、ペルマネントインクリーススタミナバイファイ。あ、スタミナを永続的に上昇させる、 5% 上昇させるだ。あ、いいね。ここで強化みたいなのもできるんだ。そんなのがあるんだね。スタミナ 5% 上昇させる、いいね。スタミナトーチ6ピカあるある。ピクじゃ全部多分めちゃ使うので、ローグの一番最初のスキルぐらいは本当取った方がいいね。さて、このゲームやってるとフォレバープレイしちゃうので、ちょっとこのまま盾がどんな感じになったのかだけ見てゲームプレイをやめましょうか。永遠とプレッシャー、おお、いきなりこれ良くない。あー、さすがに魔法は盾で防御してもダメージ入っちゃいますね。通常の敵はいらっしゃらないでしょうか。そういえばたまにね、防御しっぱなしにしてるけど反応おかしくなっちゃうのか、盾下がっちゃう時があるな。他の入力と競争しちゃう、まあ、全部じゃないんだけど、レフェレンスブック。お、例のダイスじゃん。ってことね。絶対そうだと思ったよ。ここはこれで回復があるから、こっちとら自動回復があるから。自動回復強え。自動回復多分ナーフされるわ、これ製品版で。自動回復が強すぎると思う。自動回復は速攻取るレベル。俺製品版でやるとき絶対取るもん。だってなんか、赤い光ってるのってエフェクトか。じゃあいいや、なんかトラップかなーって思って、レーザーサイトに見えるじゃん赤いのって。なんかね、レーザーサイトがあるっていうのがまずおかしいんだけど。やっぱいるよな。あ、スタミナの消費が超少ない。シールド使えるわ。シールドやっぱ持ってていい。持ってた方がいいですね。で、普通にシールド持ってるだけでも防御力上がるみたいだから、めちゃくちゃ使える。ただ今は、シールドプラスして、盾のリーチが、盾じゃない、ごめん、剣のリーチがあるし、回復量アップがあるから、ちょっといらない子に溶かしてるにはちょっと溶かしてる。敵撃破が容易になってしまったから、装備がある程度整ったからね。本作、あとは気になるのが、今のところは出てないんだけど、スカイリムとかでもあるんですが、魔法の装備とかエンチャントとかっていうのがあったりとかもするんだけど、いわゆるその特殊な能力のついた装備品があるかどうか、結構そういうのがやっぱりこういうダンジョンクロール系だと重要で、あ、なんかすげえいい装備見つけた、やったーってなるのと、あとは今のところやっぱりサイドステップとかの特殊なアクションがないので、そのこういう一人称視点のアクション RPG があまり作られなくなった理由の一つが、やはりずっと同じことをやっているので飽きやすいっていうのがあるんですね。本当に作品によるんですよ。で、なのでそこら辺がどうなるか、今後どうなるかが気になるところではありますね。さて、ではプレイをここら辺で終了しましょうか。さて、プレイした感想となりますが、やはりかなり面白いですね。シンプルにスカイリム系の戦闘なんですが、そのやっぱりよくできているし、このダンジョンがランダム生成だったり、ピックでその宝箱開ける要素とか、まあ俺ちょっと失敗してたんだけど最初ピックで開ける要素とかめちゃくちゃ面白いんですよ。そのああいうこういうかシンプルに面白いっていうのがいいですね。でストーリーとかは少なめで、要はまあ右上に出ているこうメインクエストやサイドクエストだけ追ってればいいということなので、ここら辺も面白いですね。一周だいたい15時間から20時間ほどのプレイとのことなのですが、もしかしたら2周目3周目とキャラクター引き継いでプレイできるかもしれませんね。現在はここお分かりいただける通りまだまだスペースあるので、多分もっと他のクラスとかも入れる予定があるのかもしれないですね。レイジがちょっとね、レイジモード、これ多分1回これ取らないとダメなのかな。
レージモードの説明自体がなかったんですよね。多分この右下のゲージだと思うんですが、で今作あとは魔法は入れるのかっていうのが気になってるのが一つあるのですが、なんでかっていうと魔法ってめちゃくちゃ強いんですよ、このタイプのゲーム。っていうのも FPS 視点のゲームだから、まあシューティングになっちゃうので、その近接オンリーの方がいいんじゃないかな。あって今の弓矢みたいな感じ、弓矢使っててわかると思うんですが、かなり強いですよね。でただ敵の移動速度が速めなので、まあ、近接に絶対到達しちゃうから、それまでにどのぐらいダメージを与えられるかっていう作品の、あのいわゆる構成になっているので、戦闘ね。なのでこれでもいいんじゃねえかなとはちょっと思ったりはします。あとは本当もっとこうクラスとか追加して、で魔法追加するんだったらそれ用のバランス調整をやらないといけないっていう感じではありますね。現時点でもかなり面白いです。あとはそのハクスラ的な感じで、そのこういう武器とかに特殊なレア度のある武器だとかエンチャントができるだとか、素材を使ってエンチャントできるだとか、そういった要素とかを入れるとよりこう長くプレイできるし、多分 RPG 好きは間違いなくそれが楽しい。スカイリムとかでもやっぱりいい装備見つけた時、なんか特殊な能力ついてる装備みたいになるので、そういうところが面白かったりしますね。現代的な作品だとやっぱりそういうのも多いですし、あったりすると面白いかな。あとはなんか主人公こう装備品つけてるんですけど、外見をここら辺やこっち側左側とかでこう見せると、ちょっとつけてるのかっこいいみたいになるので、ちょっと見たいなっては思ったりはしますね。外見見えたりとかするとより見たくなるね。シャベルだってアップルクリーンでオブリズオブディギングアップ、これ使えるのか、なんかいつの間にか入手してる。作りは非常にいいですね。戻りますが、あとはなんかこれは最適化不足なのか分かりませんが、妙になんかちょっとカクついてるようなシーンがあったりとかするぐらい、あとは操作面で言うと先ほども言ったスプリントのトグルが個人的に欲しいかな。こうスプリント押しっぱなしで今話したんですけど、その何にもぶつかってなくてもダッシュ止めちゃうんですよ。ダッシュしっぱなしにできるっていうのがちょっと欲しいですね。で小指でずっとこの操作性って小指でダッシュボタンを押すんですけど、小指でタブを押すとかもやるんですよ。タブを押して時間が止まるゲームはね、いわゆるメニューを開く。で、なんでかっていうと、その操作、ここ。操作から指離さないから。なので、これ、やってる時にダッシュ中にタブを押したいっていうのがあったりとかするとき、一回ダッシュ止めないといけないんですよね。なので、トグルの方がいい。個人的にはね。なので、オプションでトグルオンオフができるようにした方がいいかな。で、オンオフにした方がいいっていうのは、本当にプレイヤーによっては、逆に、その私が言った、こういうのはいらなくてこの操作性の方がいいっていう人もいるので、こう細かくダッシュ刻めるからそちらの方がいいっていう人もいる。ダッシュ刻む理由としては敵からの間合いをどのぐらい離すかとかっていうやつですね。あとはその間合いの話で言うと、バランスがね、間合いは全然良かったんですが、そのライフの回復が現時点だとデモ版では強すぎるので、自動回復のやつですね、スキルのこれ、ナイトじゃないディフェンダー、これは次回やるとき絶対最初に取るんですけど、私だとこのさらに 15% 速くなるっていうのが2つあるので、これは取っちゃうと強すぎると思う。今の回復量ポーションがいらないレベル、実際には敵が大量に出現したり特定の状況ではもちろんポーションは使えるのですが、すごく強すぎる。もうちょっと回復量が少ないか、回復するのが10秒おきにちょっととか、そのぐらいナーフしてもいいレベルかな。で、アイテムとかでさらにこの回復量を上げられるとかっていうのがあるんだったら、それは別に構わない。なぜだったらそれはもうそういうビルドだから、そういうアイテム取ったらね。なんかネックレスとか指輪の効果でみたいなのあるじゃないですか。そういうのは重要ですよね。そういうのあるとワクワクするので。そういったバランス調整ぐらいでしょうか。非常にポテンシャルがあるし、現時点でも面白い作品だから、これは絶対出たらプレイしたいですね、個人的には。機会があったら絶対プレイしたいです。基本的には、こういう作品自体はすごい好きなので、私は。ぜひプレイしたいと思います。あとは、サイドステップなどのアクションをもうちょっと増やしたりとかした方がいいかも。避けるアクションですね。無敵時間がこういうゲームだと発生するっていうわけじゃないよ。発生しないんだけど、サイズでちょっとだけ距離を離せる一瞬で、ただスタミナが結構使うとかみたいにあると、その敵が攻撃する瞬間に横にステップする、後ろへステップするっていうので、間合いを取って、うまく回避をできるっていうオプションが追加される。特に序盤ですと、
あのパリは全然大丈夫だし、タイミングがシビアなのはあのタイミングが合いやすくなるっていうスキルがそもそもあるから全然いいんだけど、そのやっぱりパリと回避、防御以外のオプションがあるとよりアクション性が一つあるだけで増しちゃう。そこはまあ、あのダクソとかでも分かる通りですよね。ダクソシリーズとかって無敵ローリングがあるので、それだけでも回避をするっていうオプションが入るから、もうガードできない子が回避しちゃおうみたいなね。ダメ元で回避しちゃおうみたいなのがあるから、オプションとして一つあるとやっぱり戦略がより深くなる。より戦略、取れる戦略が上がるので、良くなるかな、戦闘面では。と、そんな感じでした。気になった方、ぜひチェックしてみてください。なお、今作のデモ版はストアページにね、公開されてるんですが、その、Steam Next Fest 向けに公開されているデモ版なので、プレイできなくなる可能性があるので、ご注意ください。動画下記の概要欄の方に、今作のストアページや私の Twitter のリンクなど貼ってあるので、気軽にフォローチェックください。もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。といったところで今作のプレイを終了したいかと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。また次のゲームでお会いしましょう。ホビドワでした。お疲れ様です。